中年オタッキーです。やっぱ1日1000キロ以上走るときついですね。昨日1000キロ以上走って、今日は今んとこ600キロぐらい走ってるんですけどもね、完全法律違反は法律違反なんですけどね、罰則が今んとこないんですねまあこの春から次の春から罰則ができるって話になってるんですけど、罰則ができたら罰則ができたでね、僕らの給料半分ぐらいになっちゃうんですよね。難しいところでねまあそんなことはどうでもいいんですけど、コロナウイルスがねものすごい猛威を振るっております。皆さんはどこ住みかにもよりますけど、徳島はね今んとこね安定してるんですよね。多くて1日2人、ゼロの日の方が多いぐらいなんですけど、特に大阪すごいことになってますね。大阪はね、嫁が大阪出身で、ね、結構僕の土地勘があっていろいろわかるんですけどもね、ちょっとね、やばい状況になってるんで、ね、まあ、2週間ぐらい前に確か、もうね、そろそろ、外出とか控えた方がいいって私、ライブかなんかで言いましたよね。もうその通りになっちゃってて、もうちょっとね、もうワクチンがね、そろそろ動き始めてるんでね、もうちょっとの辛抱だと思うんで、皆さんちょっと辛抱して感染しないようにね、乗り切りましょう。人がたくさんいるところにはできるだけ行かず。まあ、外食とか、外食でね、移るのがすごく多いみたいなんで、外食は控えて、テイクアウトとかをね、利用して、公園で食べるとか、車の中で食べるとか、そういう楽しみ方をしたらいいんじゃないかと思います。はい、カメラ以外の話題はここまで。今日の、カメラ紹介の動画になりますね、今日。このカメラの紹介になります。はい、これ。よいしょ。これね、キャノンのね EXEE っていうね超ヘンテコ一眼超ヘンテコ一眼とでも言いましょうか、こちらを紹介していきます。それでは動画スタート。はい、このキャノンのね EXEE、 まあ、EX シリーズの一番最初のカメラになるのかな、一眼レフカメラ、フォーカルプレーンシャッター式の一眼レフカメラなんですけどね、キャノンのね、カメラミュージアムの方に、詳しいデータが残っておりますね。発売が1969年、昭和44年の10月、価格がね、この 50mmF1.8、現在ついてるレンズが、月で、3万3000円だそうです。前群系交換レンズ EX35F3.5 が8000円。95mmF3.5 が1万1000円。125mmF3.5 が18,900円というですね、シャッタースピード優先式の開放速攻 TTL-AE、明るい空中像ファインダー、フォーカルプレーンシャッターを使用し、前玉交換式とした珍しい機構と機能が備わった 35mm 一眼レフカメラであった。カメラ側には2群3枚の光群系を持ち、交換用の前玉レンズには EX35F3.5、EX95F3.5、標準の EX50mmF1.8 ともに用意されていた。速攻感度の分布特性はユーザーの属性を考慮して使い勝手の良い中央重点平均速攻とし、F 値の異なるレンズがある関係から手動で F 値を補正する方式が取られていたという説明になっておりますね。シャッタースピードはね、500分の1がマックスですね。500分の1から8分の1までとバルブ。横走りのね、二軸式横走り布膜フォーカルプレーン、シャッターですね。フラッシュシンクロが FPX7 自動切り替え式のドイツ型ソケット。ファインダーがペンタ固定アイレベル式、視野中央にマイクロプリズム式距離計を持つコンデンサーレンズとフレネルスクリーンによる空中像式ファインダー、倍率 0.9 倍、結構大きいですね。視野率が上下 92%、 左右 94%、 視野内に露出系指針、絞りメモリ、高輝度警告マーク、高低輝度警告マーク、
露出制御は CDS 樹脂、CDS 素子採用、TTL 開放速攻シャッタースピード優先式 AE、速攻感度分布特性は中央部充填平均速攻、開放 AF 値の補正は手動式、速攻連動範囲は EV4.75 から EV17、ということですね。で、フィルムの、なんですか、カウンターは自動復帰式ですね。よっ、キャノンのカメラとしては、まあこの当時よく採用されていたクイックローディング式ですね。フィルムをね、伸ばして蓋を閉めるだけで、あとは巻いたらフィルムが装填されるという簡素になってますね。で、FT みたいにそこでね、こう蓋を開閉するんじゃなくて、これはあのフィルム巻き上げハンドルで、裏蓋を開閉するものになっています。で、何より特徴的なのが、キャノンのね、カメラっていうのは、古い一眼レフは、露出計を装備していないか、装備していてもね、絞り込み実絞り速攻となっていたんですが、このキャノンの EX-EE は、キャノン初の、開放速攻を採用しております。おまけに中央部充填平均速攻ということで、比較的近代的な撮影の仕方ができますね。でね、特徴がいろいろありまして、まず一番簡単に応用っていうのがレンズです。レンズね、普通はね、この辺にボタンがあって、そのマウントがガチャッでね、レンズ外れますよね。でもボタンないですよね。僕もこれ最初ボタンないのと思ってみて、でよいしょ、ここね、なんか何やってんだと思うかもしれないですけど、外れましたよね。これが交換レンズですここだけ交換するんですよ。後ろは残ってます。もう後ろ思いっきりね、レンズが残っちゃってますよね。で、これは、後ろのレンズは 35mm の時も 90mm だっけ、95mm の時も、125mm の時も同じレンズを使い回してるんですね。まあ、全群だけ、レンズ全群だけこのスクリューマウントで取り外して交換する非常に面白いものになってます。だからこのカメラね、ミラーを見ることができないんですね。普通の一眼レフカメラだと、マウントごと外したらミラー出てきますけど、これミラー見えないです。ファインダースクリーンも見ることはできませんが、これ中空蔵式ファインダーということで、多分ファインダースクリーンと呼ばれるものは透明というかないというかないんですね。でね、ファインダーを見てね、多分ね、みんなすごい驚くと思うんですけど、もう恐ろしくファインダーが明るいです。で、すべてのものにピントが合っています。もうどんなに近いものでもピントが合っています。じゃあピント合わせどうやってすんのさっていう話なんですけど、一番中央にね、この丸いね、マイクロプリズムがありまして、そのマイクロプリズムだけでピント合わせするんですね。これ一眼レフカメラとしては相当変わり種ですよね。で、まあ、シャッターをちょっとスローシャッターで切ってみるか、あ、バルブで切ってみるかな。よいしょ。なんかぐるぐる回るんだ。永久に回るんですよ。シャッター速度ダイヤが永久に回るってやつですね。よいしょ。ん？老眼で8が B に見えてた。一応ミラーあるみたいですけど、裏側しか見えません。当然ですよね。ミラー上がってるんですよね。まあ、こうしてみたら普通の一眼レフカメラと変わりないと言えば変わりないんでしょうけど。なんというか。まあ、このカメラ、徳島のね、中山カメラさんで2000円で買ってきました。で、露出計も動作したんですけど、露出計の数字はちょっと怪しかったんで、もうマニュアルで撮影しています。で、マニュアルで撮影するったってね、このレンズね、見ればわかるしますけど、絞りのね、リングないんですよ。じゃあどうすんのって話になるんですけど、ここで調整するんです。ここでね、これ今開放 F1.8 の開放なんですけど、これでね、これノッチも何もついてないんですよ。で、最大絞りが16、あ、最小絞りが16なんですけど、これを回していくとファインダーの針が動きます。
で、あの現在の、絞り値にその何ですか、欲しい絞り値に合わせるというのがマニュアルの取り方で、通常はね、EE にしちゃうんですね。これあのまあ、EE 現在でいうところの AE ですけど、エレクトリックアイって当時は言ってたんですけどね、昔はね、で、これで、まあ、AE 撮影するシャッタースピード優先 AE ですね、だからまずシャッター速度を合わせる、まあ、自分が撮りたいシャッター速度に合わせて、ここに EE、 これを EE に合わせて、まあ、撮るという形ですね。ちょっと今暗いんで30分の1ぐらいにしようか。あー、上がってこないですね。やっぱりこれ露出系ちょっと苦しいな。30分の1で反応しないのかな。うん、反応しねえや。ね、125分の1からしか露出系は動かないみたいですね。うん、ずっとマニュアルで撮ってくれたから全然気がつかなかった。で、まあ、これだけね、変わりだね。まあ、ファインダーが恐ろしく明るい。レンズに絞りリングがない。レンズのマウントがヘンテコリン。そんなもんか。まあまあ、とにかく変なんですよ、このカメラね。で、あの、今までね、結構バカにしてたんですよ。この当時のね、その、サイレンカー機っていうか、普及機の一眼レフに、キャノンのね、になってくるんで、ちょっとバカにしてたんですけどね、そのバカにしていたカメラで、ちょっと試写してまいりました。はい、作例紹介していくんですけども、今回ちょっと枚数が多いです。なんで枚数が多いかっていうと、良作が多いんですね。で、まあ、写りはね、解像度としては、まあ、そこそこです。単焦点レンズにしては、まあ、ちょっと、緩めの解像度かなっていう程度ですけども、あの、見てもらえばわかりますけど、背景ボケは非常に素晴らしいです。これちょっとだけ光線漏れしちゃってますね。どこから漏れたんだろうな。で、解像度はね、このようにそこそこですが、特徴的なのはね、結構ね、強めの光にも耐えれます。まあ、あんまり強い光が入ると、このようにね、フレアが広がってしまうんですけども、そこそこは耐えれるレンズみたいです。で、まあ、あの、近いものを撮って、こう解像度を見せてるんですけど、解像度としてはやはりそこそこですね。露出はね、綺麗に合ってた。まあ、僕のこれ技術なんですけど、結局マニュアルで撮ってるんで、綺麗な写真になってると思います。結構バカにしてたんですけどね、まあ、いい写りだと思いませんかね。ちょっと2000ボケもないことはないんですけども、まあ、総じて、まあ、合格点に感じます。もう、とにかくすごい意外だったんですよね。その、このカメラを入手するまで、その、前玉交換式っていう言葉は知ってたんですけど、まさかこんな、こんな全軍国家ってこのことなんみたいな、前だけ外すのみたいな感じでね、ドヒーって感じだったんですけど、で、手に入れてみて、いや、このレンズでまともには映んねえだろって思ったんですけど、まともに映るんですね。ね、まあ、このカメラね、とりあえずモノクロで試写した感じでは、非常に良い写りでした。これ、まあ、リバーサルまではいかないけど、カラーネガで一回撮ってみようかなとも思いますね。変わり種ですしね、もうとにかくファインダーがバリバリに明るい。ピント合わせはね、ちょっとやりにくいんですけどね、あの、マイクロプリズムで合わせなきゃいけないんで、場所を選びます。のっぺらっとした場所とかだったらね、ほぼピントは合わせれないんで、本当に真ん中だけで合わせなきゃいけないんで、どうしてもね、被写体にピントを合わせて構図を合わせるという、後から構図を合わせる方式で、ファインダーの端っこでピント合わせとかができないんですね。一眼レフカメラとしてはね、こういうの相当珍しいですけど、ファインダーを覗いてる限りではね、もうあの、レンジファインダーと全くなんか似たような感覚に陥ります。ファインダーがむちゃくちゃに明るいんで、ちょっと恐ろしい、素通りなんでね、ガラス素通りなんで明るいのは当たり前なんですけど、これ、F3.5 のレンズでもう試してみたいところですけどね。で、あの EXE はね、あのレンズのその F 値が2種類なんですね。 F1.8 のレンズと F3.5 のレンズがあります。で、あのこのね、設定位置をね、変える必要があるんですよね。F3.5 の時はこっちで合わす。
F1.8 の時はこちら、このフィルム感度のね、ダイヤルをね、合わすというね、ちょっと、変わり種になってますね。まあ、レンズが2種類しかないんで、で、その、ま、全群交換式なんで、レンズの情報がカメラに行かないんで、まあ、自分で合わせてやる必要があるんですけど、EX オートっていうカメラがありますけど、それはどうやってるかはわかんないけど、自動でやるみたいです。どうやって伝えるんだろうな。そこはちょっとわかんないですけど、EX オートをね、お持ちの方もしよかったら、コメント欄の方にね、こうやって合わせるんだよという構造を教えていただければと思います。今日のね、カメラ紹介は、こんな感じになります。このカメラね、まあ、モノクロでしかまだ撮ってないんですけど、モノクロで撮った感じは非常に良いと思います。で、他のね、長さのレンズも試してみたいんですけど、もうすでに希少価値が出ておりますね。セット売りとかだと、まあ、そこそこに、カメラとセットだと安くなるかもしれないんですけど、まあ、基本的に多分ね、この時代の人たちってね、もう 50mm だけありたらいいやって感じだから、もうこの 50mm、とセットっていう形になっていくと思いますね。はい、まあこのカメラはちょっと2000円で、お店で仕入れ、お店で仕入れてね、稼働品を2000円だったらちょっと安いとは思いますね。露出系も動いておりましたし、ただ光線漏れがね、何枚かあったんですよ。1、2枚あったんで、その原因が何なのかちょっと探っていかなきゃいけない。モルトが痩せてたのかな。モルトは結構いけてると思ってそのまま試写したんですけども、これモルト交換がちょっとめんどくさいんでね。あ、痩せてると言えば痩せてるかな。ちょっとよくわかんないんですけどね。まあ、クイックローディングがあるんで、クイックローディングのプレートで、ある程度防げるかなとも思ったし、そこそこの厚さあるんで防げるかなと思ってたんですけど、光は漏れてしまいました。このね、QL コ、ね、クイックローディングがあったらね、モルトの交換すごい難しいんですよね。これ一辺外すって形になるんですよ。外し方もよくわかんないし、僕は無理やり差し込んでね、両面テープで貼ったりしますけど、まあ、光漏れたんで、ちょっと、モルトを貼り替えてからカラーネガ、を入れて、まあ、再度挑戦するかどうか、まあ、はっきりわかんないですけど、まあ、これからね、ちょっと、色のない季節になってまいりますんで、カラーではしばらくは撮らないかもしれませんね。はい、今日のカメラ紹介の動画はここまで。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、ちょっとね、今日カメラ紹介時間かかったので駆け足でいきます。一番手がのりかずさんの、作品で、1枚目がね、懐かしの母校、2枚目が猫の手も借りたいかも、ということで、カメラはどちらも、ニコン F60 ですね。1枚目のレンズが AF ニッコール 50mmF1.8G、2枚目のレンズが AF ニッコール 70-210F4 から 5.6D ということですね。フィルムはコダックのカラープラス200となっています。で、写真なんですけど、1枚目この抜けるような青空、非常に抜けの良い写真になっております。流浄感もカラープラス200としては、まあこんなものですね。懐かしの僕を、見上げていい青空になっておりますね。で、2枚目の方はね、これ、なんですかね、このお店ね。アンドンにも猫の足跡、なんか猫関連のグッズのお店なのか、猫のお店なのか、わからないですけど、ね、露出はね、ほんのちょっぴりアンダー気味ではありますが、おおむね良好という感じですね。雰囲気のいい写真になっておりますが、光はちょっとなさそうかな。はい、のりかずさん、ありがとうございます。次はね、一都市級さんから2枚、タイトルはね、1枚目が誤写、2枚目が死写、ということで、カメラはね、富士フィルムのインタックススクエア SQ1 ということで、インスタントカメラですね、いわゆるね。で、写真なんですけど、インスタントカメラのこれ、モノクロなんですね。1枚目はね、もうピントがね、ちょっとボケております。多分間違ってシャッターを押したかなんかなんでしょうけど、雰囲気的にはこれ結構いいですね。クラシックな写真っていう感じで、ちょっとエモい感じがしますね。
で、2枚目の方なんですけど、2枚目はしっかり撮れております。でもこれ、解像度が低いのかな？このレンズ。こんなもんなんでしょうね。まあ、インスタントカメラなんでね、描写としてはこんなものなのかなって思いますね。一都市九さん、ありがとうございます。で、次はね、うーちゃんさん、の作品2枚。タイトルがね、1枚目が、うっそうとした森。2枚目が、鉄橋越しのミュースカイということで、共にカメラニコン F2 フォトミック、フィルムローライの低感度フィルム RPX25、レンズ1枚目が AI ニッコール 24mmF2、 2枚目はニューニッコール 50mmF1.4 ということですね。写真なんですけどもね、あの鬱蒼とした森、もそうですし、あのこの鉄橋を渡ってくるね、あの鉄道もそうですけどね、やはりね、そのあの何ですか、ディティールがね、素晴らしいんですね。流浄感はね、そこそこに出ています。あの、バビロンとかね、ファントムエイトに比べたら流浄感は出ているんですけども、まあ、ちょうどいい感じっていうんですか、フィルム写真らしい、流浄感とそのディテールのバランスがちょうどいい感じです。ただ25なんでね、100の2段落ちということで、シャッター速度は結構遅くなりますよね。例えば F8 に絞ってると、晴天日中でも、60分の1ということになりますんで、結構撮影のね、シチュエーション限られてくるとは思いますが、これなかなかいい写真になってますね。これね、1枚目を、横にトリミングしてタイトル画面にするかな。これいい写りですね。ということで、この、じゃあ2枚目だ。2枚目のね、写真を、横方向にトリミングして、タイトル画面にさせてもらいます。ちょっとタイトル画面変わったばっかなんですけどね、申し訳ない。うーちゃんさんありがとうございます。次がね、北風さんでいいのかな。作品投稿のコーナーに投稿しますということで、カメラは EOS20D、EF28105、F3.5 から 4.5 USM2、作品タイトルは赤い花ということですね。これね、何かこう外人墓地かなんかに備えてある、備えてある赤い花、これカーネーションかな、ちょっとよくわからないんですけどね。これ EOS20D ということは多分600万画素ぐらいの、デジタルカメラなんですけどもね、非常にいい写りになってます。この 20D、30D あたりはね、色目的には結構使える、低感度しか撮れないですけども、結構使えるということも聞いたことがあります。特にさ、おすすめはなんか 30D みたいですけど、20D も結構いい写りしてますね、これね。なんですか、ディジック1か2になるんだろうと思いますけども、なかなかのいい写りになってます。で、稼働品でもね、もうものすごく今安くなっていますんで、これ、普及ズームレンズで撮られておりますけどね、こんな写りするんで、まだまだ現役で使えるんじゃないかなと思いますね。はい、北風さんありがとうございます。最後はケンちゃんさんの、作品で2枚、前回もそうですけど、ケンちゃんさん、コスモスが咲く家の続編ということですね。2枚、撮られておりますけども、コスモスのね、咲き具合がちょっと微妙ですけど、これ家がすごいクラシカルな雰囲気で、いい感じになっておりますね。時間を変えて夕方とかに撮って、ちょっと色を混ぜんだかかった色とかにしてもいい、いい場所かもしれませんね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここから先はね、やったやっちまったコーナーになるんだったかな。やったやっちまったコーナーいきます。はい、やったやっちまったコーナー。作品投稿も投稿されているケンちゃんさんの、やったやっちまったのやったですね。これね、キャノン EF になりますね。EF が2台並んでるんですけども、右側の方は電池の蓋がないですよね。どういうことかというと、AE の効かないキャノン EF をヤフオクで落とした右側の電池蓋を左に付け替えました。右の EF は電池を入れても AE は動きません。左側は復活しましたってことですね。要は、電池蓋がない EF を、先に落として、次に電池蓋がある故障品の EF を、
まあ落として、その電池蓋を移植して復活したということですね。いやいや、なかなかいいですね。羨ましい。EF ね、デザインもいいですね。僕も欲しいと思ってるんですけど、結構な値段になっていくんですよね。みんなかっこいいと思って多分買ってるんだと思うんですけど、キヤノンのね、AE カメラの先駆けということで、これ絞り優先 AE だったかな、シャッター優先だったらちょっとわからなくなっちゃったけど、使ってみたいと思ってるんですけどもね、僕もね、似たようなのね、パターンをね、考えて、そのうち入手したいと思います。でね、俺のカメラも来てましたんで、次、俺のカメラのコーナー行こうと思います。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、サムライジャパンさんの俺のカメラ、久しぶりに俺のカメラです。今のところ唯一のデジタル、ペンタックス K01 です。先月買った SMC タクマ 50mmF1.4 がついた状態です。中国製ストラップ、ボロボロになっていた、ストラップがボロボロになっていたので手芸屋で合う色の紐を買いましたということですね。このカメラね、これ僕全然知らなかったんですけど、ペンタックスの K01 ってこんななんですね。非常に面白い形をしていますね。ちょっと興味が湧いたぞ。これに K マウントのレンズがつくのか。なんかパッと見はね、その、おもちゃっぽい感じ、トイカメラっぽい色、ですよね。全然知らなかったです。ちょっと興味湧きましたね、K01。サムライジャパンさんね、散々、結構投稿してきますよね、このカメラで撮った写真。で、結構いい写りしてますんでね、僕もちょっと欲しくなったという感じですね。はい、今日のね、動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。今週の動画はこれで終わりになるんですけど、とにかくね、冒頭にも言いましたけど、コロナウイルスのね、感染だけ注意で、僕もね、もうほんと、トラックでね、トラックの中でも自炊してね、ご飯も全部用意してるし、トイレだけですね、トイレだけ施設を利用して、あとはずっとトラックの中にいる感じで、コーヒーもね、自分で作ったり、飲み物を自分で作ったりしてるんですよね。もう感染するとね、もう確実に後遺症が残るとか言われてますし、下手をすると死にますしね。で、今からね、医療機関がね、逼迫してくるとね、まともなね、治療が受けられないということ、多分これ死亡率が上がっていくと思います。というわけでね、こっから先は本当に絶対感染できないということで、私の動画をね、ご視聴の皆様のぜひ気を引き締めて、ね、ちょっとでもね、私にね、関わっている人をね、一人でも失いたくないんでね、ぜひぜひね、感染予防の方ね、しっかり、もうマスクとか手洗いではね、防げない、絶対にね、100% は絶対防げないです。マスクなんかね、もう気休め程度っていう話ですし、もう外に出ないのが一番です。人のいるところに行かないのが一番なんで、ちょっとね、ワクチンがね、行き渡るまでの間、もうちょっと我慢っていう感じですかね。病気にかかんないのにね、越したことはないんで、できるだけ動きを抑えていきましょう。今日の動画はここまでになります。次の動画なんですけどもね、一応ね、一本はもう取り上がったんで、多分これいくと思うんですけど、果たして現像が成功するかどうか。今回はね、これね、オリンパスの OM-1 で、なんだっけ、イルフォードデルタ100、前回の動画で、ドリームロコモーティブさんにいただいたっていう話、してましたけど、それの試写がね、なんかちょっとノリが良くてバババンと撮って、取り上がったんでね、それを来週は紹介していこうと思います。あと1本ぐらいちょっと取り上げて、現像に回したいなっていうところですけどね、なんか全部中途半端で進んでないんですよね。もうこれもドリームロコモーティブさんにいただいた、コダックのデュプリケートも試写途中なんですけど、今日取り上げようと思ってね、EOS-1 動かそうと思ったら電源スイッチ切るのを忘れて電源が上がってました。これが電池を使うカメラの悲しさか。炭酸電池8本で充電式の電池使ってるんですけど、充電に非常に時間がかかるので今日は写真を撮ることができませんでした。残念ということでね。そんな感じでね、来週に繋がっていきます。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンってね、いつも言ってますけど、いいねポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひいいねボタン押してください。あとはね、高評価、
コメント、あ、コメント、チャンネル登録の方もお願いします。コメントをね、コメントにね、結構この動画支えられております。コメントとかね、高評価が多いとね、シェアされていく、率が上がっていくらしいんでね、ぜひぜひコメントお願いします。ちょっと、コメント返しは間に合ってないんですけども、頑張ってコメント返していきます。チャンネル登録の方もね、普通に、ね、伸びていっておりますが、まだまだチャンネル登録、増やしていこうと思ってますんで、よろしければチャンネル登録お願いします。通知もオンでお願いしますね。はい、では次の動画までまたしばらくお待ちください。今日ちょっと長くなっちゃったね。それではごきげんよう。さよなら。